村田兆治投手が逮捕されました。空港で検査官に暴行を働いたというのです。どうにかして立ち直ってほしいです。村田兆治投手のまさかり投法を見てください。今度はスローモーションです。もう一回見ましょう。まさかり投法、いいですね。でも、小さい頃は、こんな投球、していたんですよ。こんな、ピッチングでした。村田兆治、立ち直りを、期待します。まさかり投法よ、もう一度。